後悔とは、後になって自分のしたことを悔やむことです。なんであんなことをしてしまったんだ、あんなことを言わなければよかった、と過去にネガティブな評価をすることです。後悔というのは、あの時別の行動をとっていたら違う結果になっていたかもしれないと考えることです。別の行動をとって別の結果を得た自分をリアルに想像することができるということです。なので、後悔の念が湧き上がってきた時は、想像力のある自分を誇らしく感じてほしいと思います。俺の想像力は半端じゃないな。私は本当にクリエイティブだな、と感心してあげましょう。後悔っていうのは、趣味として楽しむのなら何も問題はありません。現実世界を受け入れた上で、あの時こうしていたらこうなっていたかもしれない、と想像して楽しむのは問題ありません。しかし、あの時あんなことをしなければよかったんだ、なんであんなことを言ってしまったんだ、と真剣に悩むことには何も意味がありません。過去のことをくよくよと考えることで、今を楽しむことやワクワクする未来を想像することができなくなります。充実した人生を送るとは、今を一生懸命生きることです。どれだけ考えても変えることができない過去を考えることに、あなたの貴重な生命時間を費やしてはいけません。私たちは過去について正確な評価をすることはできません。なぜなら、あの時こっちを選んでおけばよかったという人生を実際に歩むことはできないからです。二つの人生を経験して、やっぱりこっちの方がよかったと評価することは不可能です。また、現実世界の自分と違う選択をした自分を比べるにしても、今比べるのか、5年後比べるのか、10年後比べるのかによって評価が大きく変わります。例えば、あなたが A 社に就職することを選んで、やっぱり B 社にしておけばよかったと後悔したとします。しかし、現時点では B 社の方が仕事が楽そうだ、B 社の方が給料が良さそうだ、やっぱり B 社にしておけばよかったと後悔していても、実際に B 社に入っていたら人間関係で悩んでいた可能性があります。モラハラ上司、パワハラ上司の下で働くことになって、やっぱり A 社にしておけばよかったとなっていたかもしれません。また、今は B 社にしておけばよかったと後悔していても、5年後に B 社の業績が悪化して倒産したら、やっぱり A 社にしておいてよかったとなる可能性があります。このように、こっちを選んでいたら、こうなっていたかもしれないという想像は無限に広げていくことができます。そして、どれだけ考えても、やっぱりこっちを選んでいたらこうなっていたんだと確認することができないので、そのような比較をする意味はありません。私たちは何かの選択をするときは、良さそうな方を選びます。こっちの方がいいだろうと考えます。あえてこっちを選んだら悪いことが起きるに違いないという方を選ぶことはありません。私たちは常に自分にとってベターな選択を繰り返しています。常に自分にとっていい方を選んでいるのだから、今現在の自分が最高の結果ということができます。後悔をする最大の原因は自分で選択していないことです。世間体や常識を気にして、こっちを選んでおけば誰からも文句を言われないだろう、こっちを選んでおくのが無難だろうと決めることで、うまくいかなくなった時後悔します。やっぱり自分の好きな方を選んでおけばよかった、やっぱりあいつの言うことを聞くべきじゃなかったとなります。後悔しないための最も簡単な方法は、自分が好きな方を選び続ける、自分がやりたいことをやり続けるということです。どんな時でも、私はこれが好きなんです。私はこれをやりたいんです。という気持ちに従っていれば、たとえ期待通りの結果を得ることができなくても、後悔することはありません。自分にやりたいことをやらせてあげただけで十分満足です。あの時は
本気でこれを好きだと思ったのだからこれでいいと思えるようになります。他人からの評価を気にして自分が本来好きではない方を選んでうまくいかなくなった時、後悔が発生します。変えられない過去を考え続けることで今を本気で楽しむことができなくなります。過去を引きずり現在を楽しむことができないということを繰り返すことで人生の質が下がっていきます。あなたは未来にしか進んでいくことができません。なので過去を悔やむのではなく、どれが未来の自分にとってベストな選択かと考えることに時間とエネルギーを費やしていってほしいと思います。他人に何と言われようと常に自分の好きという感覚に従って自分を楽しませることを考えていきましょう。